谷繁元信、大谷翔平、右投げ千賀高台から左投げ投手に代わり修正初戦で復調きっかけは大きい。大谷は打席を重ねるにつれ良くなった。初回の2頃は、フォーシームでも動く千賀のボールをこねてしまった。2回は千賀のカットボールを右前に運んだ。結果はヒットだが、まだこねていた。 たまたま1、2塁間を抜けたと言っていい。内容が伴ったのは第3打席からだ。4回はピーターソンから右翼フェンス直撃だ。6回はヤングから中飛。アウトにはなったが、フェンスギリギリまで飛ばすいい当たりだった。修正できたのは、右投げのチガからピーターソン、ヤングと左投げに変わったことがあると思う。 一般的に左対左なら投手有利と思われがちだが、必ずしもそうではない。左バッターからすると、右ピッチャーの球筋は食い込んでくるため、状態が良くないと右肩を開いて打ちに行きがちだ。左ピッチャーは反対に逃げていく軌道となる。右肩の開きが早いとバットが届かないので、当然ながら打てない。そのため、 左バッターは左ピッチャーと対戦するときは右肩の開きを抑えようという意識を持ちやすい。開きを抑えることでバットをピッチャー側に放り出すいい軌道のスイングができるようになる。ポストシーズンの大谷はここまで調子は良くなかったと思う。パドレスとの第一戦で三難を放ったが直後の打席は完全に詰まらされた。 仲間に落ちるヒットにはなったが、バットを折られた。珍しい光景で、あのあたりから形を崩し始めた。続く第二戦でダルビッシュに投げるタイミングや軌道を変えられ、さらに崩されてしまった。以降、ヒットは引っ張ったあたりで、逆方向はポップフライ。そのまま、今シリーズを迎えたように見える。だからこそ、 初戦で状態を戻すきっかけをつかめたことは大きい。第3打席は本当に調子が良ければスタンドに入っていたと思うが、左ピッチャー相手にいいバッティングを重ねた。それだけに、8回の第5打席で右ピッチャー相手にどういうバッティングをするか期待してみていた。ストレートの死球は残念だった。ただ、第2戦のメッツ先発は左のマナイア、 いい感じで試合に入れるだろう。一方の賀は、こんなに悪い投球を見た記憶がない。リリースでボールを叩くのではなく、こねていた。メジャーでは登板経験がなかったドジャースタジアムのマウンドが合わなかったのか。ポストシーズンの雰囲気にアジャストできなかったのか。原因はわからないが、良くない状態と重なったのだろう。 今季レギュラーシーズンは1試合しか投げておらず、復調できると判断する材料も限られる。次も登板させるか、首脳陣は難しい判断を迫られる。